おおおいおいおい。いただきます。キーパーへのブロッカー、そしてファーサイドにバイサラートのチアゴです。一気に加藤を狙ってきた。あ、そのサードあたりです。もう一度受けて藤田、うん、いやまだ問題、やはり後半に、そこは一つ選手たちの戦いやすく、ある程度ビルドアップ、やはり山形パターンなのか。はい、今日はファジアーノ岡山とホームで試合です。ファジアーノセットプレー強いセンターバック2人がいるんで、簡単にファール与えないっていうことと、この間も立ち上がりで失点してゲームかなり難しくしちゃったんで、しっかりこういい判断してゲームを90分通して集中して進めていくことが大事かなと思いますけど、チーム本当勝ててないんで、勝ちに結びつくプレーをね、得点だったりアシストだったりそういうプレーをできるように、一個一個のプレー集中してやっていきます。試合頑張っていきます。行ってきます。試合は3対3の引き分けでした。前半 2-0 になって、かなりその後苦しい時間続いて、そのまま 2-0 でね、前半を終えれたらよかったんですけど、失点して、
まあ、後半も、まあ、警戒してた形から逆転されて、まあ、本当苦しいゲームだったなっていう感じですかね。 2-0 になってからもっとパワー出せればよかったんですけど、まあ、なかなか90分通してうまく戦えなかったかなっていう感じですかね。もちろん勝ち点ね、0よりは1の方がいいし、まあもちろん勝ち点3欲しかったし、自分自身ももっともっとこうやれなきゃいけないプレーというか、まあ課題みたいな部分はたくさんあるんで、チームにパワーを与えられるように、あの勝ちにつなげられるようにやっていかないとなっていうふうにまた思います。久々のホーム戦で僕にとっては、あの横断幕もね掲げてもらって、あの試合前見て、あのすごい気合入ったし、ジーンとしました。ありがとうございます。勝ちにね、そういう思いをこう勝ちにつなげられるようにまたやっていきたいと思います。お疲れ様です。ツートップ取ることになります。右縦走り出す、フラッグ上がっていない。福村の足に当たってコーナーキック。まずは岡山ファーストチャンスを掴んでいます。今日左サイドバックに入っている福村。